皆さんこんにちは、アラサー健康チャンネルのマリナです。本日は飲み会前一見ダイエット中のお酒の飲み方についてお話ししていきたいと思います。はい、ということで皆さん飲んでますか？クリスマス、忘年会、新年会、特別会、歓迎会、1年の中で一番飲み会が多くなるのが今のシーズンじゃないですか。とはいえやっぱりね、まあダイエット中だしっていう人も多いと思うんです。なので本日はダイエット中の私が実践している取らないための飲み方、食べ方を紹介していきたいと思います。それではスタート。それで本題に入る前に、私がねこの飲み会とかに対して思ってることなんですけども、ぶっちゃけダイエット中でも飲み会では別に食べていいと思います。食べて飲んで楽しく過ごす、それがねぶっちゃけ一番だと思うんですよ。だってこの時期にしか会えない人だっているし、ここから数年か会えないみたいな友達とか家族もいるかもしれないじゃないですか、年末年始に会う人たちって。なので正直ね、もう気にせずそういう時はねいっぱい食べたらいいと思うんですよ。その時つく多少の脂肪よりも大事な大事な時間を割いて、その人たちと過ごしてる時間取る方が絶対大事じゃないですか。で私は思っています。その分普段の生活でしっかり運動もして、クリーンな食べ物を食べておくっていうことを意識をしています。言うものの、やっぱりサラリーマンの方とかはもうね、お付き合いとかでも連日今の時期も毎日飲み会入ってるとかっていう人もいると思うんですよ。さすがに12月連日ね毎日毎日飲んで食ってをしてたら、さすがにそれは体に悪いので、今日の動画でちょっとでも体を気遣うために、どういうお酒を選べばいいのか、どういう食事をとっていけばいいのかっていうことを話していきます。はい、それでお酒と食べ物について分けてお話ししていきますが、太らないための飲み方のポイント、その1、蒸留酒かワインを飲もう。はい、これはね結構世間でも言われてることなんですけども、やっぱりねダイエット中に一番飲んだらちょっとやばいなっていう飲み物はビール、日本酒、カクテル、果実酒です。まあね、よく言われてることなので知ってる人も多いと思うんですけども、アルコール界のキングオブカロリーといえばやっぱりそうビールなんですよ。もう一番美味しいのがね、一番カロリー爆弾っていうこの切なさ。なのでビールは中除機1杯で大体200キロカロリーくらい、糖質にしたら約 15g くらい入ってて、これって角砂糖大体4個分くらいなんですよ。角砂糖4個をね、あの乾杯ってやった瞬間にゴク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 って半分くらい飲んじゃったら、もう角砂糖2個流し込んだみたいな。もうなんで美味しいものにはカロリーがあるの？なのでできればハイボールかウォッカかブランデーとか、そういった蒸留酒と言われるものにしていきましょう。で最近だとどうだろう、私が社会人1年目くらいだった、なんか7年くらい前だとビールが当たり前みたいな感じだったような気がするんですけど、最近ってね全然ハイボールで乾杯してもそんなに空気読めないやつみたいにならないような気もするんですよね。わかんないけど、ただハイボールの注意点としては、ジンジャーハイボールとかコークハイボールとか、そのジュースで割ってるやつあるじゃないですか、あれは全く意味がないのでやめてください。その炭酸で割られてるやつは選んでいきましょう。見てる方の中でそういうハイボールとか蒸留酒があんまり好きじゃない、焼酎とかがあんまり好きじゃないって人もいると思うんですけど、そういう方はワインがおすすめです。ワインも赤ワインと白ワインとロゼットって種類があると思うんですけど、一番糖質が低いって言われてるのは赤ワインです。1杯あたり 1.8g くらい、次に白ワイン、最後にロゼっていう感じです。これね私の意見なんですけど、私すごい白ワインが好きで、結構白ワインは飲むんですよ。家にもストックしてあるし。でお酒飲むと体むくみやすいっていう方は結構白ワインはおすすめで、もちろん飲みすぎはいけないんですけど、白ワインの中にはむくみを防止するカリウムっていう成分がたくさん入ってます。よくむくみ防止にはアボカドとかバナナとかいいって言うじゃないですか。同じ成分が白ワインにも入ってます。なので私は普段お酒飲む時はハイボールで乾杯をして、その後ずっと白ワインを飲んでたりとかします。なのでむくみが気になるよっていう方はぜひ白ワインを選んでみてください。太らないためのお酒の飲み方のポイント2つ目、お酒と同じ分くらいしっかり水分を取ろう。はい、これすっごい大事でね、やっぱり基本的にはお酒体に負担がかかってしまうものではあるんですよね。なのでしっかり外に排出していかなきゃいけない。なのでやっぱりお酒以外の水分をしっかり取って、体の外にそのアルコール分を出してあげる必要があります。こうすると二日酔いの防止にもなりますし、お腹も結構膨れるので食べ過ぎ防止にもつながります。ね、居酒屋とかね、お酒と一緒に食べるご飯ってねすごい美味しいじゃないですか。そういうのをちょっとでも抑えるために水分もいっぱい取っていきましょう。逆になるべくこれは本当に飲まないでっていうのが梅酒のロック、あれはやばい糖質量です。キングオブ糖質、特にね女の人とか好きじゃないですか。で梅酒は 90ml あたり大体6グラス1杯分くらいで、糖質量が大体 19g くらい入ってるので、6グラス1杯でビールより高いんですよ。だからねどうしてもその果実酒系はお砂糖いっぱい入っちゃってるので、もうハイボールかワインにしましょう。ここから食べ物についてなんですけども、取らないためにお酒と一緒に食べた方がいいもの、高タンパクで低脂質、あとは野菜、これが基本になります。なのでね私居酒屋は結構行くんですけど、居酒屋は結構最強にいいメニューが多くって、例えば皆さんがよく食べる枝豆とか冷ややっことか、スルメ、エイヒレ、焼き鳥、刺身、このあたりはねものすごくいいです。あとはちょっと塩分高いですけど、お漬物だとか野菜スティック、こういったものもおすすめです。イタリアンとか中華ではやっぱり一品物が
分多くなっちゃうし、ピザとかパスタとか唐揚げとかフライドポテトとかそういう高脂質で炭水化物たっぷりのものが多いので、まあ、できればね居酒屋に行きたいですよね。で、食べ物を食べる時のポイント、野菜、タンパク質の順で食べて、締めはなるべく食べない。これが守れたら多分ね、飲み会で別にねそんなに取ることってないと思います。なので、できた野菜スティックとかお漬物、枝豆あたりを最初乾杯後に食べて、その後にはお刺身。お刺身もね、もちろんなんか大トロばっかり食べちゃったら意味がないんですけど、私のおすすめはサバとかサーモンとかイカ、このあたりをおつまみで食べるといいと思います。最後の一声でもうね、あの締めのラーメンとか締めのチャーハンとか締めの雑炊とか、もうね、なんであんなに美味しいものがこの世にね存在するんでしょうかね。はい、これが私がダイエット中に飲み会で気をつけていることになります。まあでもね、最初にも言いましたけど、正直ね、飲み会がすっごい立て続けに続くときは、こういう風に飲み会のときも気にして、節制していくっていうのも大事だと思うんですけど、1回とか2回飲み会があるくらいだったら、私はもう全然気にしない。よう食べ、よう飲み、よう楽しみます。好きな人とね、そういう風にその場を楽しむっていうのも心の健康につながると思うので、まあ、そこはバランスよくいきましょう。ただとはいえ、私も何も気にせずに食べちゃうと、やっぱりね、次の日体重とか増えてたりとかするので、そのときは、以前動画にも出した脂肪燃焼スープという動画を出してますので、こういったスープもので私は体をリセットするようにしています。なのでこの動画を見てる方で、いやーもう連日やりすぎちゃったわーっていう方は、ぜひこちらの動画を見ていただいて、この脂肪燃焼スープ試してみてください。かなり体はねこれでリセットされると思います。はい、というわけで動画を見てくれてありがとうございました。私のチャンネルでは、私と同世代のアラサー、アラフォー、アラフィフの方向けに、ダイエットとか楽しいトレーニング、あとは私の日々の日常のことについて動画を投稿しておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。でも動画も少しでも参考になったよっていう方は、ぜひ高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。